皆さんこんこにちはマイプラチャンネルです今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですねもう紹介する製品いきなりお見せしたいと思いますけれどもこちらになります。CIO さんから今日2022年4月1日に一般発売が開始されます。ノバポートデュオ型番が CIOG45W2C という急速充電器ですね。こちらを紹介していきたいと思います。 でこの、ね、ノバポートデュオ 45W 版もうだいぶ前に、ね、発表はされていて発売が、ね、待たれていたんですけれどもまたねこのノバポートデュオシリーズ今現在ですね 65W 版の方が幕開けでクラファン中でこちらの方もね非常に話題になっております。で今日ご紹介するのはこちらのね 45W 版なんですけれども実はこれね僕もう1ヶ月前に頂い,いておりましてテスターをねやらせていただきました。 手持ちのいろいろなデバイスを充電してみて正常に充電できるかというねテストをさせていただいてまあ力ながら少しはね貢献させていただいてちょっとお役に立てたかなという製品で僕もですね非常に発売になってね嬉しい愛着のある製品となっておりますでもうねテストも含めて1ヶ月使い込んでおりますので今日はこの製品の特徴それから使ってみての感想気が付いたことちょっと気になる点なんかをねご紹介していきたいと思います。 それでは、ね、え早速いってみましょうはいそれではねこのノバポートデュオ 45W 版紹介していきたいと思いますけれどもまずね特徴なのはね何といってもこの大きさです小さいですよねでこのねサイズまずはデータからご紹介したいと思いますがこの長辺が約 45mm でこの縦ですねこちらが 36mm で厚さがですね2 7ミ、mm、リということで非常に小さいですで重さが約ね 78g ということでまあぎっしりね詰まってるなっていう感じ持った感じを詰まってるなっていう感じはしますけれども軽いですよね小さくて非常に軽い充電器になっていますでこの大きさをですね伝えるのに何か比較するものがないかなということでこういったものをねちょっと並べてみようと思いますアップルの純正の充電器ですね はい、こんな感じでね並べてみましたけれどもどうでしょうまずこちらねちょっともう今となっては懐かしい感じがしますが 5W の充電器ですねこれと比べるとやや大ぶりなんですけれどもこちらですね最近の iPhone の充電あるいは iPad の、ね、充電に使われる 20W の純正の充電器ですで CIO さんの方はね最高出力 45W ですので倍以上の出力が出るんですけれどもご覧ください 厚みは、ね、それほど変わらないんですがこのね横の面で見るともう全然大きさが違うなっていうのが分かりますよねはいでしかも CIO さんの方はこのプラグがね内蔵式になっていますで 45W ということですので、まあ、こちらと比較するのが一番いいのかなと思うんですがこれはですね Apple 純正の 30W の充電器で MacBook Air にねついてくるものなんですけれども こちらと比べたらほらこれぐらいの大きさの差ですよ片や 45W 片や 30W ということで CIO さんの方が、まあ、1.5倍ぐらいの、ね、出力が出るんですけれどもほらこんなに違うんですよね、まあ、厚さはねまあまあ同じぐらいかなという感じなんですけれども全く大きさが違いますで特徴の一つがこのコンパクトさなんですけれどもはいさらにもう一つの特徴がこれですよ ツーポートあるという点ですで出力に関してちょっとデータをお伝えしておきますけれども、えー、単ポート1つのポートをつないだ場合の最高出力が 45W です2ポート同時に2つのデバイスをつないだ場合には 20W20W の 40W の出力になります、はい、またですね外見特徴的なのは、まあ、先ほど言ったようにこのプラグ内蔵式で非常にねコンパクトになるという点もあるんですけれども 今回ね、CIO さんの製品としては多分初めてだと思うんですが表面加工がねシボ加工というらしいんですけれどもちょっとねでこぼこした加工がされてるんですよねわかりますかねでもう僕ねすでに1か月ぐらい使っているんですけれどもご覧の通りね全然汚れてないですよね汚れがつきにくくてしかもね 硬くくて傷がつきにくいです。でこれねカバンの中にコロンと入れてですね持ち運んだりもしたんですけれども全くね、傷が入っておりません。こういうね傷の入りにくさも今回の製品の特徴の一つだと思います。はい、ということでね簡単に特徴をご説明したんですけれども今回ですね改めて充電テストねいくつかやってみましたのでその映像もまみえながらね 充電性能解説していきたいと思いますけれどもまず一つ目がですね単ポートで3種類のデバイスの充電をテストしてみましたで、一番目がですね MacBook Air 最近購入した M1MacBook Air なんですけれどもこちらがですねバッテリー残量59%で充電をスタートしてみましたで、途中ねどれぐらい出力出てるのかなということで見てみたんですけれどもだいたいですね 21V 前後 そして2.1アンペア前後出ておりまして44ワットぐらいですのでまあ最高出力ギリギリのところまで出ておりましたはいそれで10分充電したところ65%になりさらに10分経過した20分後ですね20分後には74%充電することができました はい、で次にねタンポートで iPhone13Pro を充電してみました充電開始時の、ね、バッテリー残量が29ですで途中ね出力の方を見たところ大体ですね9 2ト前後2 1ア前後出ておりまして1 9トまあ大体ですね2 0ト近く出力されていましたそれで充電開始から10分後ですね最初残量が29%だったものが10分で50%まで充電することができました で3つ目がね ipad air ですバッテリー残量が16%からスタートしていますで途中ですね出力を見たところ大体いい 15V 前後の1 8アンペア前後出ておりまして、まあ、約 27W 程度の出力が確認されましたでこちらの方はね充電開始から10分経過して30%までね充電することができましたでここまでねお見せしたのがこのタンポートでの充電なんですけれども最後にね ツーポート同時充電をやってみましたで先ほどお見せした最後のね iPad Air を充電している状態でもう一つのポートに iPhone をつないだら一体 iPad にはどれぐらいの出力がされているのかということで見てみたんですけれどもまあ大体ですね15前後のですのでまあカタログスペック通りですね2ポートになると 20W20W で出力されますよということでしたので。 まあその通りの結果を得ることができました。はい、ということでね、まあ、性能的にはね本当にカタログスペック通り全く問題ないなという感じなんですけれどもではこの充電器どんな人におすすめなのかっていう点をお話していきたいと思います。で最初にちょっと触れましたように同じノバポートデュオの 65W 版が今ねクラファン中なんですよね。で充電器って大は小を兼ねるじゃないですか。なのでいや 45W より 65W の方がいいよっていう方はおいでると思いますけれども。 実はこの充電器ある一定の条件の方には最適解なんじゃないかなと思いますでその一定の条件が実は僕が当てはまっているんですよそれ何かというとですね手持ちのデバイスの一番大きなバッテリーを積んでいるものが macbook air だという方ですでそれはどういうことかというとですね先ほどね大きさを比較するためにお見せしたこのね macbook air についてくる apple 純正の充電器三十ワットのものですよねこれと まあ比較してすごく小さいじゃないですか。で小さい上にですね充電実験見ていただいたら分かるように MacBook Air ね 40W 以上でね充電できるんですよ。となれば純正のこの大きなものよりも CIO のこの小さいものの方が MacBook Air を早く充電できるんですよね。ですが 65W はいらないんですよ MacBook Air の場合。これが MacBook Pro だとこの 45W 版ではちょっと非力だなっていうことになるんですが。 エアに関してはですね、本当に最適解だと思うんですよね。で、なおかつ、2ポートあるじゃないですか。これが本当にね、この充電器の強みだと思います。MacBook Air 使ってる方、絶対高い確率で iPhone 使ってますよね。あるいは、MacBook Air と一緒にですね、サブディスプレイとして iPad を使うという方も多いと思います。で、そういった方はですね、単ポート使いで MacBook Air を充電する。 m a c BookAir を使っている間にこの2ポートを使って iPadiPhone を充電するそういう使い方がねこれできるんですよね。でしかも 65W 版よりも若干小さい軽いんですよね。ほ、まあ、他のね僕は Windows のノートパソコンのことは全然わからないので何とも言えないんですけれども少なくとも MacBookAir そして iPhoneiPad も持ってるよという方にとってはですねこれ最適解の充電器だと思います。で最後にに点点だけ気になる点を おお話しておきたいいと思いますすす。けれれども、それはででね、発熱ですで iPhone をタンポートで充電するとか、まあ、この充電器においては余裕しゃくしゃくで充電できるぐらいの出力で使う場合にはですねまあ触った感じほんのりあったかくて気持ちいいなというぐらいなんですけれども MacBook Air とかですねあるいは2ポート使って 40W ぐらい出力するという場合ですねめちゃめちゃ熱くなります。本当ね、触れなないいぐらい熱くなるんですよ。 でちょっとねその点だけ気になるんですけれども多分ね大丈夫だと思うんですご覧の通りですねもう1ヶ月使ってきたんですが別にね熱で変形したとか壊れたということは全くありませんので、まあ、この小ささにですね 45W という高出力を詰め込んだので最高性能を発揮するとね熱くなるっていうのは当然だと思いますしまあそれでね大丈夫だよという設計をされているんだと思いますけれども、まあ、一応ですねかなり熱くなるということをね気になったのでお伝えしておきたいと思います。 はい、いかか。がだったでしょうか今回はですねこちら CIO さんから提供していた NOVA ポートデュオ 45W 版ですね型番が CIOG45W2C という急速充電器をご紹介しましたで本日4月1日からですね一般販売が始まっておりまして 販売を記念してね特別価格のセールが行われております、えー、今日4月1日からですね4月8日23時59分日付が次の日に変わるまでの間はですね500円引き通常ですね3980円のところ3480円で販売されますでカラーバリエーションは今僕が持っているこの白とあとね黒この2つのタイプがありますこれ1台あれば MacBookAir そしてバッテリー容量のね割と少なめのノートパソコン さらにタブレットそしてスマートフォンですねすべて充電することができますのでデバイスをね複数お持ちの方にお勧めしたいと思いますこの動画が参考になった面白かったという方は高評価チャンネル登録そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それでではままた次回の動画でお会いしましょう。